はい、日本、いやー、2回目でここまで来れてよかったわー。よかったー。負けた後すぐにね、ここまで取り返したんでよかったですね。だいたいお金の数で何回ゲームオーバーになったかわかるんですけど、見ないでいただいて。よし、これで、戦いの記憶ギフですね。さあ、これでエンディング条件の、アイテムを入手したので、これで平田屋敷過去編がおしまいです。長かった。いや、長くなかった。すぐ終わった。ちょっと広すぎるね。ちょっと喋りながらやるのが初手もあるけど、まあ、それはねあれだから。はい、じゃあスキルを取りまして、一応これ、ね、空中任務が欲しいんだね。空中任務で形をこんなもんかな。はい、一旦こんなもんで。さあ、いよいよね、物語の方が終盤に差し掛かりまして、ここからね、アシナの底じゃないや、どこに行くかと言いますと、破壊層を瞬殺したところですね。で、ここからどうやら、源の宮というところに行けるらしいので、そこに向かいますというところですね。よいしょ、よいしょ。はい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 。で、どうやらここの奥から源の宮に行けるぞというところですね。さあ、というわけで行きましょう。ドラ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 。さあ、ここでは今作一番のヒロインが出てくるんですね。さあ、出てきてもらいましょう。楽しみだな。お香を帯びた狼がここの腰に乗ると、なんとね、上からズズズイと。これに掴まれと言うのかと思いきや、ドーン。全部回収されちゃうんですね。これ死なない？はーい、今作のメインヒロイン、しめ縄マンですね。でっかいですね。かっこいいですね。すごいなー。これね、なんでこういう仕掛けになってるかっていうのを、いろんな考察サイトを見たんですけど、まあいろんなね、説があって、だいぶ面白いですね、これね。で、この下の、村、巫舞村とこの腰入れの関係とか、なんで神主はあんな風になってるのかとか、で、なんでここでしめ縄マンが止まるのかとかもね、いろいろあるんで、気になる方はぜひ見てみてくださいな。まあ、とりあえず事実としてここで止まってしまうから、こっからもちょっと歩いていかなきゃいかんと、そういう話ですね。さあ、源の宮行きましょう。ドラ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 。いっちゃん最初にボスがいますからね、それをまず倒していきましょう。はい。で、ちゃんと片代流しておいて回復で、ここで、入り口にいた間違えた。破壊層ともう一回対戦になるんですね。危ない。しっかりと弾いて1。しっかりと弾く。弾く。見切る。ドン。危ない。踏んだ方がいいんだけど踏めないね。あ、いった。弾く。見切る。オッケー。これで1回で、2回目はこの上に乗ると、丸見えの破壊層がいるんで、これを2冊。
で、3回目ですね。よし、行きましょう。1、2、3、4、5。不思議り不思議り、いった一回で友達よかった。あれ、無理やり不思議り、危ない危ない、ちゃんと弾く基本ができてないちゃんと弾け、危ないちゃんと弾け、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 はいはい、爆竹不思議り、はい、おしまい。なんか閉まらないんだよな、なんでだろうねあの RTA の人たちみたいにかっこよくやりたーいはい、ここで一回休みまして、で今のアイテムでね、紙吹雪が買えるようになるんで後で買いに行きましょう。はい、あ、攻め力上げるの忘れてる、ちょっと後でやりましょう。はい、でここは、長いので突っ切るルート行きましょうね。でここでしっかり潜る、で一発は食らう、で通り過ぎたら進む。はい、 OK ですね。で私は怖いのでしっかり回復をして進みましょう。で下ルート行けば見つからないので、ここをしっかり、はい、 OK、 これでねだいぶショートカットができたんで、よいしょ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 、はい、ここの鬼仏を起動で一旦休んで、さあ、さっきね電撃を浴び捨ててきたやつのところ行きましょう。あの蹴鞠で攻撃してくるんですけど、さあここを降りてこっちに行って、でここの鬼仏もしっかり起動する必要はないけど怖いからね。はい、でここを渡る。お上の重さ静かですね。はい、蹴鞠で攻撃してくるので殴ってればおしまい。はい、ちょっと待って、また攻め力上げるの忘れた。一回戻ろう。さあ、体を成長させて7の連中で攻め力も強化。さあ、こっから私はめちゃめちゃ苦手なポイント、ここはでも何回もやる予定でいる。よし、行くか。ここの海の底に、非常にね強いやつがいるので、そいつを倒しに行きましょう。紙吹雪と、あとは紙吹雪でいっか。よし、とりあえず念のため飲んどいて、紙吹雪行きましょう。ちょっと潜って潜って潜ってで、ここは、隠しボスが、あぶれぶれぶれ、やめてやめて、ちょっと待って、よし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 、これで一回終わりですね。
よかったで、本体はあっちの方で、あっちがベラボンに強いんで、あっちを頑張って倒しましょう。危ない危ない。で、回転切りが来るから、回転切りを避けて、でしっかりと攻撃を入れるけど攻撃が下手で回転切りを避けたら1、2でしっかりとこれを避けるで攻撃を入れるで回転切りを避けるで、これを避けるで、しっかりと攻撃を入れる。よし、はあ、一段落。ふぅ。で、ここも忘れずにちゃんと回収しましょうと。で、一旦これは入れといて、帰り仏で帰還。そしたら、こっちを渡りまして、ここを降りる。で、あそこに何かいるので、一回見つかっておきましょう。で、怖いから一回逃げまして、裏手の方からターゲットが外れたら回り込む。さっき手に入れた、これをセットして、OK かな。一応手裏剣持っといて、はい、で荒ぶっているのでとりあえずこれを処理して、はい、じゃあ行きましょう。七面武者ですね。これ入れて、これ入れて、これ入れて、で一旦、はい、まずは一冊で、そしたら向こうに移動するんで来るね。あ、弾いた。あれ？あ、消えない。こんなパ、ああ動揺してたら負けた。大丈夫です。このまま押し切れます。で、また向こうに出現するんで。なんか挙動おかしくない？はい、これでおしまいですね。オッケーです。で、しばらくこれは使わないんで、帰り仏にセット。さあ、首なしと七面武者がだいぶ私苦手だったんですけど、これは結構スムーズにいけたのは、私的にはね、スムーズにはいけてたんで、まあ、死んでないから。死んでないからさ。死んでないから勘弁してくれよ。死んでないだけでも大変なんだって。で、一応ここの紙吹雪を回収しまして、で、ここから登り、で、ここをズダダダダとかけまして、で、こっから落ちると、牛さんがいるんで、爆竹からの一回殴り、はい、そうすると、アイテム拾ってる間に、ボコンするので、よいしょ、からの、2冊。ふぃー。オッケーです。で、また仏で帰る。はい。で、ここで最後のひょうたんを入手。はい、これで最後ですね。はい、で、ここを渡り、渡り、渡り、ダッシュ。
で、ここ一応起動してね、念のためね。このシリーズなんか知らんけど死ぬからね。で、ここで手を合わせることによって、いよいよ最後の重要アイテムを手に入れに行くことができるんですね。もう終盤だ、いよいよ。ここの一人称視点いいなぁ。あそこで祈ることによって一番宣教と呼ばれる奥の奥まで連れてってもらうことができるんですね。で、ここに何かがあると、まあ宣教というか元凶なんですけどね。この物語のすべてのなんだ源というか、はい、この人じゃないです。重要なのは。はい、これは適当に殴ってれば、絶対これ最初この人だと思わせる演出だよね。で、上登りまして、で、手頃な大きなを見つけて忍殺、はい、で、もう一回登りまして、え？もう一回登りまして、はい、出てきた。で、手頃な大きなで忍殺で、最後いくらか殴っておしまい。で、これらを倒すとようやくさっきの場所に桜が咲いて祈りを捧げることによって遥か西からやってきた全ての源、桜竜と呼ばれるボスが出現するんですね。きたー、七死と思ってんだよねこの人ね。まあここら辺も考察しがいがあると言われておりますが、片腕がなかったりね、いろいろ謎が深まりますが、さあというわけで、はい、一回飛ばされ距離を詰め、よいしょ、で、ダライ、基本的にはこれの繰り返しですね。2、3、そっちか、そっち、待って。タイミングよ。来た。ちょっと撃たせてよ。なーにそれ。ひどくない？今度こそ、せーの、はい。ひどいね今のね。あ、はい、もう一発、もう一発、1、2、3、はい、これで、ほい、あれ、もう一発か、
あ、来た来た来た。はい。じゃあ、これを当てます。よーし。で、これでラストですね。飛ばされとく？飛ばされとくか。さあ、ここからラッシュが始まる。あ話してるからちゃんと避ける。避ける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 。で、七使徒を構えたこれを、ちょっと待って、ちょっと待って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 待てって。このために体力を上げてたんですね。はい、これをちゃんと打ち込む。はい、で、これではい、もらう。このために節立ちが必要だったんですね。入る一